大辞林第3版、大辞林は、三省堂が発行する、中型国語辞典。中型国語辞典としては、岩波書店の、広辞苑と並ぶ総癖。1988年初版観光。13年ぶりの改定となった2019年刊行の、第4版は25万1000号を収録する。第3版が、ウェブ上でも使えるデュアルディクショナリーとして発表された、ほか、 様々なオンラインサービスやアプリケーションで利用できる。工事園が歴史的記述優先方式を取るのに対して現代語義を優先して順に解説する現代語義優先方式に特徴がある。1988年11月3日、初版発行。工事園に対抗して新しい辞典を出版する企画が持ち上がったのは1959年であった。 1995年11月3日、第2版発行。収録語数は約23万3千語。これに信号を増補し、収録語数を約25万語として、スーパー大辞ンの名称で、CD ロームや電子辞書にも収録された。また、Yahoo Japan や、エキサイトなどのウェブサイトを介して、インターネット上で公開されるなど、様々なメディアで、 利用可能になっている。他にも、三世堂ウェブディクシャネリーでは、E 辞輪の名称で提供されている。2006年10月27日、第3版発行。収録語数は約23万8000語、総ページ数2976ページ。新たな試みとして、ウェブと紙媒体の融合した、デュアル大辞林を掲げて登場。ウェブ版では新語など、 紙の辞書ではすぐに反映できないものも盛り込む。コトバンクにも提供されている。この第3版を大幅に増補したスーパー大辞三3.0も電子版として発行された。2015年7月、ウェブ版デュアル大辞林が更新され、約26万5000号を収録。増補文の新語には、いつ使われ出した語なのかわかるようにタイムスタンプを表示。類語には、 意味分類をしたツリー表示が施されている。2019年9月5日、第4版発行。収録語数は25万1000語、総ページ数は3100ページだが、厚さは第3版より薄くなっている。購入者特典として、スマホアプリ、こと、マナ大辞ンが無償ダウンロードできる。第2版では、波版、真相版、気丈版、三分冊気丈版があり。 漢字引き逆引き大辞林も1997年に出版されている。第3版では今のところのみ版のみ、個人名や会社名を入れられるサービスがある。第3版では紙媒体の辞書購入特典としてデュアルディクショナリーが発表された。いくつかのポータルサイトや辞書サイトで利用できる。三省堂ウェブディクショナリーは会員登録によってスーパー大辞林を含め、 外国語辞典なども利用可能となる。カシオやキャノンなどの電子辞書にも収録されている。PDA 用のソフトエディクシャネリーもリリースされた。第2版は音声付き CD r o m スーパー大辞輪、コンサイスカタカナ語辞典があり、第3版は株式会社電子辞典から2007年4月27日に発売された。 エルゴソフトの日本語入力システムイーグブリッジ、ユニバーサル2には、最新辞書として、ウィズダム A は和英辞典とともに、大辞輪が標準装備されていた。2008年12月5日には、モノ価起動より iPhone、iPod タッチ版がリリースされている。2011年6月30日のアップデートにより、iPad にも対応した。また、ジャストシステムより、 a 特区用の電子辞書として大辞林が発売されている。ありがとうございます。